稲城県は中国四川省関税チベット族自治州の南端に位置する県。ダプパは歴史的には稲とも書かれ、チベット語で谷間に明け立ちという意味。稲城県内には阿定自然保護区があり、貴重な植物省や動物省が保たれ、また雪山を見る観光地でもある。三上山は中国の美しい十大名山の一つに数えられる。 アテイ空港の建設を進めることでさらに多くの観光客を予備観光資源の開発を進めようとしている。チベット高原の東南の縁にあたり、横断山無の東側にあり高い峰々が連なる。海抜は2000メートルから最高地点で6032メートルにも達する高山と峡谷の多い地形である。ダプパの総人口のうちチベット族の割合は96%にも達する。 極霊寺のような寺院も多い。ダプパはかつてはドバンの勢力範囲でもあり、新朝はチベット族の都市たちを通じて間接支配を行ってきたが、新末の1907年に離島都市の統治下にあったこの地に稲城県を置き、次第に直接支配を強めていった。新朝が崩壊した後、稲城は混乱の時期に入った。 稲城は1930年代から50年代まで土島という地域の指導者に支配された稲城県にあるホテルから望む風景。ありがとうございます。